ああ、やだ。何これ開かない。ガッチガチ。ん？どうした？ああ、マニキュア？うん、そうなの。蓋固まっちゃって。ダメね。もう。貸してみ。じゃあお願い。あ、ほんとだ。硬いな。ああ、もういいわよ。後で除光液使うから。まあ、待て待て。行くぞ。せーの。なに？やだ、ビンゴと壊したの？うっそー。ごめん。あ、ほんとごめん。普通、こんなの壊せる？怪力ね。キモ。高いんだろこれ。弁償するよ。別に。安物よ。むしろ新しい色に変えるチャンスかもね。もしかして、1000円ぐらいする？ベルには3000円でしょ？ウケる。無理。あんたってさ、どんだけ貧乏なの？だって、そんだけあれば鶏胸冷凍10キロいけるぞ。2週間は余裕じゃないか。はぁ、あ、そんなんじゃせっかく特殊な仕事してる意味ないじゃない。自分の欲しいものくらい買っていいのよ。3000円だろうがさ。贅沢はできないな。うち家族が多いし。ばっかね。それってあんたが犠牲になってるってこと？私は別に。伊助はお金大好き。お金があれば何でもできる。幸せになれるんだから。楽しそうだな。勘違いすんじゃねえよ。伊助はこう見えてお仕事は別に好きじゃないよ。好きなのはお金、大事なのは金、全ては金のため。そうかな。大事なのは家族だろ。全ては家族のためだ。そうね。その意見には完全に賛成。家族のためなら何でもできる。パパとママが伊助に命を与えてくれたの。あ、産んだって意味じゃないよ。ママ、男だからそもそも産めないしね。けど、私に命をくれたのはママ。愛をくれたのはパパ。一滴も血は繋がってないけど、水は血よりも濃いのよ。あの雨の日に、伊助は全てをもらったの。命と名前とお仕事と生きてる意味全て。だから伊助は何でもできる。パパとママのためだったらどんなことでも。ねえ、あんたはどうなの？伊助と同じ？それとも。私は。伊助はね、嬉しいよ。家族のために自分が何かできることが。でもね、あんたは正直そうは見えないのよね。ねえ、何が怖いの？苦しいの？伊助にはわかんない。嫌ならやめればいいんじゃない？簡単に言ってくれるよな、ほんと。簡単に言うわよ。人ごとだもん。あんたが何そんなにいちいち考え込んで難しい顔すんのかもわかんない。他人なんてどうでもよくない？大事な家族が笑ってくれれば、他は全部死のうがどうしようが関係なくない？お前は本当に根っからの殺し屋なんだな。ありがとう。
私はあんたほど吹っ切れないよ。そしてそれが間違っているとも思えない。吹っ切るべきじゃないと思ってる。家族が大切だからこそ、私が一人で抱えてのたうち回って地獄まで持っていくべきなんだよ。マニキュア悪かったな。じゃ、そう。でも伊助はあんたの家族なんてどうでもいいから、自由になればって思っちゃうのよね。伊助様、はいこれ。なーにこれ、マニキュア？ベルニのカシス。これってこないだ壊しちまったろ。同じ色この辺じゃ売り切れでさ、見つけるのにちょっと時間かかっちゃってごめんな。やだ、別にいいって言ったじゃない。それにほら、新しいのもう買っちゃったのよね。え？通販使うと早いわよ。じゃあこれ余計なお世話だったってことか。うありがとう、これもらっとくわ。でも同じの2つあってもしょうがないだろ。だから伊助の買った本はあんたにあげる。まだ開けてないからね。ほら、お揃い。まああんたの好きそうな色じゃないけどね。同じピンクでももっと淡いのがいいんでしょ。そうだな。こんなどぎついピンクつけて平気なのは黒組でもお前ぐらいだよ。どぎつ、綺麗なカシスピンクでしょ。ムカつく、やっぱ返して。それもうもらったんだから私のもんだよ。ありがとな伊助様。どうせ似合いやしないんだから、あんたにはお子ちゃまのベビーピンクがぴったりよ。わかんないぜ、イメチェンってやつでさ、案外いけるかも。いけない、絶対。そうだな、いつか私もお前みたいに強くなれたら堂々とこの色をつけることにするよ。